ミスタードラデスクドリー、今回はこちらでございます。はい、こちらですね、藤川球児さんの配球動画の方を撮っていきたいと思います。はい、僕ね、前回のイベントのランキングでね、見事藤川球児さんをね、獲得することができたんですけれども、この藤川球児さんね、やっぱり最近ランク戦しとってつくづく思うんが、本当に強いなっていうのと、 A ランクでもね、藤川さん使ってる人がめちゃくちゃ多いなという印象をね、かなり受けます。ほんでこの藤川さんね、やっぱりね、使う人によってはあんまり強くないし、配球上手い人からしたらほんまに打てないんですよ。だから藤川球児さんもね、本当に配球大事なんで、僕ね、いろいろ対戦したりとか、投げてみまして、ちょっとね、どういう配球が強いんかね、ちょっと自分なりに調べまして、これやというのが見つかったんで、ちょっとね、今日は動画の方撮っていきたいと思います。まあ育成はね、ちょっと完了してないんで、そこはちょっと申し訳ないんですけれども、まずね、この火の玉ストレートですね、これがまっすぐ浮き上がると、まあこれがね、一番の藤川さんの魅力なんですけれども、このまっすぐをね、いかに活かしていくかっていう配球が大事になってくるんですよ。やっぱりそのためには、このね、小さい方のスプリットと大きい方のスプリットとツーシーム、これをうまく使うんですよね。そして火の玉ストレートを意識させた時に、このね、スプリット2種とツーシームを生かすということで、あんまりね、狙いを定めさせないことがね、すごく大事になってくるんですよね。で、藤川さんの配球ね、ちょっといろいろやってみたんで、僕がね、一番強いなと思った配球をね、ちょっと今日はね、皆さんに紹介したいと思います。 A ランクでもね、いっぱい使っている方おると思うんで、少しでもね、参考にしてください。それではね、まず練習試合の方で配球見していきましょう。はい、ということでね、藤川球児さんの配球の方を教えていこうと思います。まずはですね、どれぐらいね、ストレートが浮くのかっていうのを見ていきましょう。まずまっすぐの浮き幅がね、これぐらい浮きます。なんでまっすぐね、これ低めのボール球より結構下ぐらいでもね、ストライク入ってくるんですよね。もうこれが本当に強いんで、で皆さんやっぱりね、まっすぐ張ってる人が多いんですよ。だから僕は基本ね、初球のまっすぐっていうのはあんまり入らないようにしてます。まあ、っすぐ全然入ってもいいんですけれどもね。で、まあ、配球ね、これ藤川さんほんまバラバラなんで、まあ、まずね、結構皆さん使ってないんが、ここの真ん中なんですよ。ここの真ん中のところに、大きい方を投げて、ちっちゃい方を投げると。そしてツーシームもここに投げると。で、まっすぐもね、ここに投げるっていう、このね、4つのパターンを使ってない人がかなり多いんですよね。結構皆さんね、インハイ投げたりとか、まあこの辺に普通にツーシーム投げたりしてるんですけれども、僕ね、この真ん中の低め、特にこの真ん中よりちょっとアウトコースですね、最近この辺の球がすごく強いんですよ、これ本当に。なんでこの辺の球もね、ぜひ皆さんに使っていただきたいんですよね。そしてツーシームなんですけれども、これね、ツーシームがね、一番鍵でございます。例えばこのツーシームですね、その1球前に火の玉ストレートをこっからボールに投げる球投げといて、その次にね、上から落ちてくるようにツーシームを投げてあげたりだとか、その反対のパターンで、まずね、1球このね、低めからストライクに入れといて、このね、追い込んでからね、ここにツーシームを投げるんですよね。ほんじゃ浮いてくるってね、皆さん待ってるんで、ほんまにゴロを打ってくれますっていうのが、まず1つの大きいパターン。そして2つ目にね、このスプリットなんですけれども、やっぱりツーシーム詰まりたくないから、みんなね、この内いっぱい見逃すんで、インコースいっぱいの方にちっちゃい方のスプリットを決めてあげると、かなりね、カウントを稼げますと。で、この大きい方なんですけれども、これが僕は一番あんまり使わないですね。なんでかっていうと、これがね、一番フォークの回転を敷いて見極められやすいんですよね。このツーシームのやつやったらスプリットとツーシーム迷えるんですけれども、こっちやったらね、どうも迷わないんですよね。なおかつ変化量も4と2ってあんまり大きく変わんないんで、このね、仮に2分の1外したとしても普通に当たっちゃうんで、まあ、ここはね、こういう風に真ん中からボールぐらいに見せ球ぐらいでいいと思っています。で、あと強いんがね、まあ、もちろんここの高めのボールからストライクになる球っていうのは、まあ、王道なんですけれども、この真ん中付近ですね、特にここの真ん中のこの辺とか、この辺のまっすぐっていうのは本当強いです。これはね、本当に使えるんで、ぜひ投げてください。ということでね、ランク戦で実践していきましょう。それではランク戦でね、実践していきたいと思います。ほんで藤川球児さんね、どうもね、スタミナ切れんのが超早いらしいんで、まあね、1人目から変えますけれども、まあ、スタミナなくなってきたらね、まあ、A ランクの球児さんを使っている気分という目で見てください。さあ、ということでやっていきましょう。まあ、先行来てしまったんで、まあね、コールドにしない程度に、攻撃していこうと思います。でも最近僕ね、めっちゃバッティング下手くそなんですよね。もうずっとね、6割前半か5割9分ぐらいうろちょろしてて、
7割になかなかね戻らないんですよね。だからちょっと最近真剣にランク戦のね練習もしないといけないなと思っております。さあナイスバッティング。いや正隆さんね、今最近ね僕 YouTube ライブでね地ならしするまで終われませんっていう企画やってるんですけれども、ほんまに決まんないんですよね。なんかね、オッケーナイスバッティング、なんか1打席目でホームラン打ったりとかはほんまによくあるんですけど、1試合で2フォーマーってねめっちゃ緊張しちゃってね全然打てないんで、またねぜひ応援しに来てください、お願いします。さあオッケーナイスバッティング、こういう時に限ってね打てちゃうんよね、不思議なことに人生というのは。さあここは別にホームランでもいいんやけど、この次からちょっとねもうわかんねえ。おいランディーバースナイスバッティングでね、バースの再来カッコ本人っていうやつねもうやめました。あれねあんまり良くないわあの名前。僕いつもねあのホームランの決め台詞ね基本はね決めたらしっくりくるんですけど、どうもバースの再来カッコ本人はしっくりこないんで、はいもうちょっとねもうミート打ちやる気ないですけれども、はいオッケーもういいでしょう。さあということでね、藤川球児さんデビューさせていきましょうか。2-3 から球児さんとかね投げる人多いんですよ。 2-3 の球児さんだけはほんまに勘弁してほしいですね。もう何もあったらいいかわからんし、マジで打てないです。でね、なんかまっすぐ伸びるっていうことをなんで意識しとってもなんかたまに忘れちゃうんですよね。不意にまっすぐ来たら、あ忘れとったみたいなあるんで、ほんま球児さん強いなと思っています。さあオッケーということでね、もう球児さんデビューさせましょうか。さあ行きましょう、藤川球児さん降臨でございます。で左バッターなんで、あんまりねまっすぐね僕外はねあんまり使わないですね。あ左バッターより右バッターの方がね抑えれると思っています。でまずはねこの低めいっぱいのまっすぐナイスボール、そしてまあ、あのスプリットの大きい方をねストライクからボールに見せていきます。オッケーオッケー、振ってくれたね、これ振ってくれるとほんと大きいね、ナイスボールです。でさっきね初球まっすぐを低めからストライクに入れてるんで、次ねストライクからボールにツーシーム投げます。こうなんすよね、もうこれねほんまに振ってくれるんですよ。だからやっぱりね低めから入ってくるまっすぐ、そしてストライクからボールに行く、なんていうんやろ、今までにない配球ができるんですよね。低めの出し入れってね今までのピッチャーやったら絶対できないんですよ、まっすぐ浮き上がらないから、まあ、これをね可能にしたんがやっぱりね藤川球児さんなんで、ぜひねこの配球は皆さんに使っていただきたい。そしてその逆バージョンの高めの出し入れもね、藤川さんできますんで、皆さんぜひ使ってください。さあ落ちてくれ、オッケーナイスバッティング。さあもうこれはね強制コールドしなければ大丈夫なんで、しっかり点取っていきましょう。あそれでねちょっと言うの忘れとったんですけど、 TikTok をねちょっと始めてみました。まあしょうもない動画しかまだ出してないですけれども、ぜひね概要欄の方からフォローお願いします。ということでナイスバッティングですね、いいっすね。さあ赤堀さん来ました。もう最近ねなんか中継ぎ陣みんな強いんすよね。もう藤川球児さんとか赤堀さんばっか来るんで、ほんでランク戦もほんまにしんどい最近。さあここちょっとホームランは打ったあかんね、どうしようか。さあちょっと代打行こうかな、これは中島さん行きましょう。オッケー運ゲーナイスバッティング。まあね運ゲーで打てることができるんで赤堀さんは、やっぱそういった意味ではね藤川球児さんの方がね赤堀さんより強いと思うんですよ。まあ赤堀さん正直あんまりリアタイ上手くない方でも適当に振ったら当たるんで、こういう風に、うん。で結構赤堀さんねミート打ちっていうのもね攻略の一つなんですよね実は。ちょっとねスクイズします。ちょっとスクイズしないとこれあの強制コールドになっちゃうんで仕方ない。 OK ナイスバッティング。さあということでね藤川球児さんの2イニング目いきたいと思います。でまだねちょっと内からのねストライク入れてないんで、シンプルにこれ内からねツーシーム入れていきます。いやーちょっともうスタミナがきついんかなこれ、なんかあんま曲がらんかったね今。で次ねちっちゃい方のスプリットでカウント取っていきます。いや惜しいな。でこれちょっとねこういう時って結構まっすぐ張られがちなんで、あえてここでもう一回ツーシームいきます。
いやー振ってくれない。じゃあここはねもうこの辺にまっすぐで大丈夫です。いやー振られとったな今。まあしゃあない、まっすぐやっぱ一本ねあえてノースリーになっちゃうと打たれるんで、できるだけねストライク先行のピッチングを心がけてください。オッケーで、大きい方のスプリットはねああいう風にあの高め落ちるか落ちないかわからないとこ、そこで揺さぶっていくこともできますね。はい、で次はねストライクからボールに見せていきましょう。オッケーいいよ。で次ね高めのまっすぐですね、ストライクからボールに行きます。オッケー、じゃあ次は逆ですね、高めのボール球から入ってくるツーシーム。おわー、ちょっと今のは甘かったね制球が。で藤川球児さんねあんまり制球良くないんで、ベストピッチをねできるだけ出してください。で結構振ってくれるんがこの外のねボール球のまっすぐなんですよ。これ結構振ってくれます。あちょっと入っちゃったけどすいません。今のボール球でもね案外振ってくれるんで、あっこも結構使うようにしてください。最後はねちょっとまあ普通にまずインコースのボール球にツーシームいきましょうか。オッケー、まあ確実に強いですね。はい、ちょっとねまあ完璧に抑えることはできなかったですけど、まあ最強でしょう。はい、ということでね藤川球児さん使っていったんですけれども、いかがだったでしょうか。僕がちょっとね今回言いたかったんは、低めのストライクボールの出し入れと高めのストライクボールの出し入れをできるのはほんま藤川球児さん唯一無二だということをね伝えたかったんで、ぜひねこのまっすぐを生かしたツーシームとスプリットの配球、使ってみてください。それではね最後までご視聴いただいてありがとうございました。